上智大学法学研究科放送養成専攻の3年生になります。上智大学の満足度100点満点で何点でしょうか？私は80点ぐらいかなっていうふうに思います。理由をお願いしてもいいですか？自分がこう違うことを学びたいとか、ちょっと違うことがしたいなって言った時に幅が利くというか、違う方向でも学ぶ選択肢の幅があるのかなっていうふうに思います。そうやってこう選べるところはすごいいいとこだと思うんですけれども、そうしてると結構自分が本当に選んでいかないと何もできないし、何も得られないっていうところがちょっと悪いところかなっていうふうに思います。上智大学だけの強みみたいのってありますか？他を知らないので絶対かどうかはわからないんですけど、結構先生方が自分がこう聞いていくと広い知識でいろいろ教えてくれる、自分が聞いた以上のことを教えてくれるっていうのは自分の幅を広げる上でいいとこなのかなっていうふうに思います。具体的に面白い講義とかってありますか？今だと金融法とかの講義があるんですけど、本当に実務で金融法をこう扱ってらっしゃる先生が教えてくれるんですけど、結構本には書いてないこととか実際はこうなんだよっていうことを教えてくれるので、それは結構面白いです。最後に上智大学狙ってる受験生にアドバイスみたいなのもらいたいんですけど、どこの大学に行っても楽しいことであったり自分のこう可能性を広げることはできると思うんですけれども、こう一度目指してみてそれに成功するっていう体験っていうのは自分の中ですごく自信になって大学生活をより良いものにできると思うので、そういう点でチャレンジしてみるっていうのもいいと思います。3年生の法学部法律学科所属してます。上智大学の満足度を100点満点でお願いします。90点ですね。その理由をお願いします。基本的には100点なんですけど、唯一家から遠いのが10点引くと、まあ、場所はいいですけど僕ん家が遠いからかもしれない。いい部分はやっぱいい友達がいるからですかね。具体的に面白い講義とかってあります？キャリア形成のなんてのはやっぱり面白いかな。自分のキャリアを形成するためにいろいろ講師の人が来てくれて外部から学んでます。上智大学だけの強みみたいのってあります？教会って心を清められるところですかね。最後に上智大学狙ってる受験生にアドバイスみたいのあればお願いします。僕もそうだったんですけど、僕日大とかいろいろその他の大学も受けさせてもらって、基本的に全部落ちて上智大学だけ受かった感じなんで、まあ頑張ってれば何かあると思います。上智大学1年生のフランス語学科です。上智大学の満足度何点でしょうか？10点です。その理由をお願いします。場所によってエレベーターがなかったりとか、あと私のフランス語学科が一番奥のビルでやることが多くて、でそれがちょっと遠いのがマイナスです。いいところは？いいところは特に外国語学部は少人数のクラスがとても多くて、先生とのコミュニケーションも取りやすいし、こうなんか友達との仲も深まって、あと深い授業が受けられるのでそれがいいです。具体的に面白い講義とかってありますか？私が一番面白いのはやっぱりフランス語の授業で、ネイティブの先生が多いので、その実際のなんかこう生のコミュニケーションが結構たくさんあって、それが面白いです。上智大学っておしゃれなイメージあるんですけど、男性とかどうですか？あ、結構みんなおしゃれです。学部によってやっぱり色が違って、なんか外国語の英語とかだとなんかアメリカっぽいファッションしてる人もいるし、フランスだと特に女の子は結構みんなすごいおしゃれにしてるなって。最後、上智大学狙う受験生にアドバイスみたいのもらいたいんですけど、国際系だから英語を頑張ってやってくると入ってから楽になるかなと思います。どの学部にも限らず。乃木ファーチャンネル登録お願いします。